甘くてか。なくてよかった。すごい。あ。中で誰削るっすか。売り上げで。売り上げと何のですか。めちゃめちゃど真ん中です。はい、ということだ。はい、初めて。押してないですね。これからボストンに向かいたいと思います。せーの。はい。こんにちは。これから何時間ぐらいですかね。23時間ぐらいですか。丸一日移動に乗り出しまして、ボストンに向かいたいと思います。金谷たつきです。今回そのマサチューセッツミーティングというかそういうあれに参加した理由は、ジェロントロジーはやっぱり、リーダーさせてもらってるんで、すごい興味あっていろいろさせてもらってるんで、世界で結構前の方走ってるような人の話っていうのはやっぱ聞きたいなと。いうのと海外に行ってみたいっていうのを参加しました。大村正史です。今回の出張では、日本人にの死生観を聞き出すのには有効だった、人生ゲームを、アメリカ人に、やってみることでどうなるのかっていうのを、検証しに行きたいと思います。菊川愛香です。今回の出張では日本の高齢者の方とアメリカの高齢者の方の価値観の違いっていうところを知りたいなというふうに思って参加しました。よろしくお願いします。あ、じゃあ永先生は今回は、いや今回はもうね、はい、引率で今年は温かく皆さんを見守りたいと思います。そうですか。じゃあ頑張って温かく見守ってあげてください。はい、お願いします。はい、というわけで行ってきます。はい、グダグダ。初めてのね、アメリカに到着しました。はい、ということで到着しました。アメリカですね、サンフランシスコになります。はい、はい、ありがとうございます。これからボストンに向かいたいと思います。せーの。いや、働きたいな。働きたいです。あ、すごいね、これ。小村くん、感想をどうですか、MIT は。いや、でかいですね。でかい。でかいです。京都、四条河原町に来た気分ですね。ちょっと違うか。その。これちょっと、はい、ダメだな。なんか、あなた記憶はありますかみたいな、結構単刀直入な感じ。はい、How many memories? 思い出の場所。8. But I thought she was limited to 6, no? No, it's your turn. Lincoln's turn, right? Video. First skydiving challenge for the first time. That at the beginning,There was a limit in... もう隣でできるんですよ。強めになんか割と大声でこう言わないと、ゆっくりゆっくりやっと伝わらなかったりもするから。そうです。You can poke. You want to see inside, and then we'll go. Then we'll go down that way. わ、なんか入れる。お、やった。あ、私。トラディショナルなビルディング。トラディショナル。はい。エキサイティング。エキサイティング、なんかだいぶあれですね、国際化されましたね。いや、エキサイティング。それしか言えない。はい。やっぱり MIT、
広いですね。なんかもう広いですね。あのホグワーツみたいな。ああなるほど。ホグワーツあのあれね、ハリーポッター。あそうですね。なんか確かにそれわかるわ。ところどころすげえなんか、なるほど、トラディショナルなドアとかがあって。うんうん、ただまあやっぱ技術の伝道というか MIT だけあって、どんな技術なんだよって入ってくる壁とかあるんで、はい、楽しいです。お疲れ様。撮影しちゃうのか。And about the mechanics of memory. Oh. Oh. The value of an area. The Yuriage area of. We think travel is important. We refer to a variety of. A hotel and meal. Other one is encouraging adults. For the elderly. Taxation for tradition performing arts. This is washi. I made it. No. あと、買わなくてよかった。かわいい。え、なんか外に給水器ありましたよ。Nothing more I want to do in my life. Just the same.ずっと風なかったですね、ボストンとか今は全然寒くなかった、そうでもなかった。まあ今回の出張でね、まあ学んだっていうか身についたことの、まあ、一番大きいのは多分そのいろいろトラブルがあって。まあ、あのいろんなことに対処しながら進めた旅だったと、まあ、思うので、どうやって、まあ、対処しようかなっていうのを、まあ、焦らずにね、あのちゃんと考えていくっていうのはすごい身についたのかなと思います。で、まあ、僕ジェロンハンなんで、ジェロンハン的なことを言うと、まあ、その被験者と僕らの関係性とかについてはいろいろ考えたんですけど、被験者になる人同士の関係性まではあまり考えてなかったんですけど、向こうの人らはもうそれを勝手に想定してね、僕らの想定を超えて用意したかったので、さあすげえな、だから僕らもそういうのは気にしていきたいなというふうには思いました。あ、今回の出張は、楽しい茨の道でした。日本の高齢者とアメリカの高齢者の違いっていうところを結構感じ取れたかなというふうに思います。もっと日本の高齢者とアメリカの高齢者の違いっていうところをもっと知りたいなというふうに思ったので、これからアメリカ版の今人生ゲームをやったアメリカでやったんですけど、それをじゃあ日本でやってみよう、日本でやりたいなというふうに思いました。出張は大変でしたけど実りのある出張でした。ありがとうございます。まず学んだことというか感じたことは、日本のサービスの質がやっぱりとても高いなと思って、アメリカはちょっと質が、日本と比べると、質というか体質が違うのかなという感じなんで、日本のサービスをもっと高く海外に売っていけるんじゃないかと思いました。MIT でも、ゲームを使って楽しく、高齢者の死生観を聞き出すということをやっているということは分かったんですけど、その中でもボードゲームを使ってっていうのはなかったみたいで、すごい興味を持ってくれて、で、ある程度の効果も何かある可能性があるっていう話でなってるんで、今後もっと、アメリカでも、ボードゲームを広げていけるように、頑張っていきたいと思います。タフでエキサイティングな出張でした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、今回ですね、初めて、ゼミとして、私もそうですが、アメリカのですね、高齢者の方を実際に間近でワークショップを通してですね、人生ゲームをやっていただきました。そのゲームっていったものがアメリカの高齢者の方にでも通用するというか、そういったのが、実感ができたというか、自信につながったかなというふうには思います。3組
6人の高齢者の方、85歳以上ですね。でも素晴らしいですね、フィードバックを我々にもたらしてくれたなというふうに思っております。あとはまあエイジラボ、MIT のですね、エイジラボ、いくつか あるラボの中でもその高齢者を対象としたラボの皆さんとですね、連携してまさにワークショップを行ったというのは画期的じゃないですかね。立命館大学産業社会学部としては非常に大きな一歩を、切れたんじゃないかなというふうに思います。もう早速ですね、実は MIT のエイジラボの皆さんとは連絡を取っておりまして、近々ですね、次のステップに関する打ち合わせをしていこうということになっております。なので、この鉄は熱いうちに打つわけじゃないですけれども、しっかりとこの研究をですね軌道に乗せて日米でですね、高齢者のウェルビーイングを、達成するような大きな研究に発展させていきたいなと、そのための一歩が切れて私は嬉しく思っています。今回の出張をですね一言でまとめますとエキサイティングでありました。ありがとうございました。今回ちゃんと言えました、はい、ありがとうございました。